ベリーファーストだからやっぱ族長からの。いやそこは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 。いやいや、まあどうぞ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 。ええー、どうぞどうぞ。ええどうぞ。皆さんこんにちは、カンタです。リス族の日常、本日もやっていきたいと思います。もう前回前々回の方を見ていただいた方はわかると思うんですがね、もうね本当にね、もうちょっと喋りながらただアークをプレイしている日常風景の方を編集し一本の動画に仕上げるというスタイルでやっておりますので、なかなかこうね、なんだろうな、よし撮影するぞっていう感じで撮影したものではないのですが、楽しんでいただければ幸いです。ではでは本編どうぞ。こんだけ恐竜たちいると、ここに入った絶対大体誰かうんこしてますよね。そりゃあね、こんだけいたらね。ここに入ったら大体うんちするし、見るんですよね。この水とかすごい濁るだろうね。やだ、リアルな話出してくれますわけ。あー、でかいのかましたな、これトリキラだな。もったいないな、怪しい例が欲しいな。ねえ、肥料を作れるようにしときたいね。うんちのこともったいないって思うゲームないですよ、そんな。ないよ。たまごっちだってあだ名は流すもんだからね。本当ですよ。親父っちにしたい時ぐらいしかね、しないからね。何体かしてるはず。ちょっと族長うんこしてもらっていいですか、ここ。嫌ですよ。ああ、そうか。ちょっと今ね、お腹減ってるんで出ないっすわ。お腹減ってると出ないもんなの？わからない。そんなシステムだったっけ？いや、お腹に溜まってないんで、お腹いっぱいじゃないんでね。出したばっかってこと？出ないかなみたいな。あれ？ちょっとうちの足軽なんか宙に浮いてるよ。ちょっと来てみ、これ。逆にハムは埋まってたりしますけどね、ジム。ああ、そうだね。なんかね、可愛いんだけど、ちょっと。あれ、うちの足軽普通に見えますけど。そう。うん。普通？うん。なんかね、地に足ついてますけど。地に足ついてない。すげえふわふわしてる。なにこれ。なんか可愛いぞ、これ。乗ってみよう。乗ってみよう。あ、乗った。あ、乗ったら戻ったな。うん。なんだ、個人特有のバグだったか。しかも草むらで水ない敵が。そうだ。よしよしよし。草がでも荒ぶってないからまだマシだな。あー、ちょっとナプトルもいいじゃないですか。おお、やっぱなんか族長からフェロモンが出てんのかな。みんな寄ってったな、そっち。なんでこっち。いやー、こう動物に好かれるのはいいハンターだって、こうハンターハンターでジンも言ってたからね。カイとか。嬉しくねえ。ちょくちょく当ててる。ちょく、あー、サソリも来たね。わ、気をつけて。わーわーわー、毒入った。マジか、マジか、毒入ったらやばい。ちょっと待ってよ。一撃だったら多分気絶しないと思うんだ。うん、今の当たんなかったか。うわ、ラプトル近いな。鉄槍も持ってくるべきだったかな。早いな。早い。やばい、死にかける。マジか。ちょっと待ってよ、ラグがさ。オッケー、脳天に弓矢が突き刺さったよ。完璧だな。強いな、強かったな。で、サソリは来てないね。お、服持ってる、キヨ。よかった。体力回復用に肉焼いて手持ってた方が良かったか。あ、そうだね、それいいね。こいつの肉を焼きますか。いますか、じゃあ。ん？鳥が。本当だ。まあ槍を持ってないな、そういえば。襲ってこないんだったらこのまま行こうか。あ、ごめんなさい、私が喧嘩売りました。お、さすが族長、好戦的。いや、ね、食料と皮を。お、ナイスです。補充したく。うん、まあね、族長の言うことにはね。あ、なんかすごい、ワインかなんかかな。あ、ほんとだ、なにこれ。SPR メディカルって書いてあるよ、これ。え、あ、そうだ、体力を回復する酒がありました。へぇ、そうなんだ。多分それですよ、ウィキで見ました。いいね、やったね。やった。
もうちょっとだ。行った行った行った。無理やり行ったな。お、おなんか立ってる。絶対レベル高い人だなこれ、ね。扉開いてるんだけどこれ。え、水どっから引っ張ってきてんだ。あ、貯水タンクから。え、これさ、なんか永久、うんうん、永久に水補給できる的な。何これ。分からん。どういうこと？これさ、循環してるみたいな感じしません？これ。水が。本当だ。え、これ下どうなってんのこれ。なんもないよ。貯水タンクかなんかですよね、多分。すごいね。貯水タンクから引っ張ってきて、さらに上に水。すごいな。こっちなんか、え、こっちには別に連なってないな。へえ。すげえ、人んち。永久期間だ。永久期間ですよね、多分。永久期間できてる。すげえ。いや、待てよ。これ見てみ。何ですか？これ5000分の3846って書いてある。あ、違う。ウォーターが200分の122って書いてある。じゃちょっとずつ減ってんのかな。これさ、飲んだらなくなるかな。ちょっと飲んでみるわ。飲んだ。どう？変わった？変わってないな。22。わからんね。あ、ないね。え、全然ないですね。取られたっぽいね、すでに誰かに。きっとあの家の主人でしょ。主が取ってったんだろうね、これ。だから建てたのかな、この辺に。あ、鳥が来てる。あれ、主だよ。主来たよ、これ。おお。あ、びっくりした、ラグだ。今、ルナ坊さん、ここから飛び降りてましたよ。あ、いや、怖っ。こちらの画面で。あ、すげえ。すげえ、乗ってるちゃんと、アルゲンタビス。うわー、いいなー。クリスタル、分けてください。プリーズ、クリスタル。プリーズ。プリーズ。あー、行っちゃったなー。すげえ。あれいいね、アルゲンタビス。高レベルな人なんだなー。だねー、あれは欲しいね。あれいいな、こんな山を越えて移動できるって。ブロントサウルスより欲しいね。うん、最高っすね。最高っすね。手本を見せてもらいます。いや、もうね、レディーファーストだからやっぱ続調から。いやいやいや、そこは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 。いやいや、まあまあ、どうぞ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 。ええー、どうぞどうぞ。ええ、どうぞ。じゃあ、行きましょうか。ああ、主が帰ってきたな。え？あ、本当だね。主が来たね。じゃあ行くよ。はい。もう何回もやったからな。失敗はもうしない。よしよしよし。おー、すげえ。よしじゃん、自分も。あ、これある程度操作できるようになったかもしれないな。あ、なってないか。で、これ飛んでる最中にスペースキーを押したら落っこっちゃうからね。はい。割と下の方にいるね。そうですね、もう着地するかと思います、ね、一瞬。地表かすめてないそれ。大丈夫？ちょっと視点変えてみよう。あー、もう足つきそう。レベルの、ちょっと上がってきたかな。低いとこ飛んでんなこれ。ケーキで見てみ、ケーキ。あー、だいぶでも浮いてますね、今ね。今浮いてるよね、今だいぶ。あ、落下した、落下してる、すげえ落下してる。あ、ほんとだ、ラグかな。あー、失速したね。あ、ついちゃった足。痛い。チェ、まあ、ね、ここからなら歩いて帰れますよ。そうだね、なかなかいいところまで来たんじゃない。っていうかもうすぐそこじゃん。え、カンタさんどこ行ったの。後ろ後ろ、ここ。あ、もう降りたのか。おいっす。それでも、おい、びっくりした。いきなり襲われたな今。わあ、危ない危ない危ない。痛い痛い痛い。ちょ、骨折れた骨折れた。いやー、まさかこんなところで。続調、あとは頼んだ。押せるかな。やるか。やりますか。乗り気じゃないね。いや、そりゃそうですよ、ね、怖いですもん。強いよ絶対。どんだけ体力あるんだ。ね。どれくらいあるんだ。だってこのゲーム最強キャラじゃないんですか、あいつ。どうなんだろうね、スピノサウルスかレックスかっていう感じかな。あ、でもブロントサウルスも強いのかな。あ、どうだ、スピノも強いのか。まあ、あいつもなんかでかいしな。でかいからね、刺さるからこれ。あ、刺さった。
あいつ気にも留めてないな。それ聞いてない。聞いてるのか。いやダメージは入ってると思うけどな。この距離から出血してるのが一応見えるしね、刺さって。どっから攻撃しようかな。いけるかな。お、刺さってるのは刺さってるな。カメ耐えてくれ。もうちょっと時間稼いでくれカメ。お、撃ってるね。撃ってますよ。これはいけるんじゃない。割と一方的に刺さってるからね。部位によってダメージ違ったりするのかな。うん、頭がいいのかな。だとしたら、分かんないね。なんかでも血まみれは血まみれなってる。すげえ血だらけなんですけど。えらい歴戦のレックスみたいになっちゃってる。うん、えい、またお、やったね。やったー、ナイス族長。うわ、よかった。壁も生きてるし。血まみれですよこれ。いやー、ボロッボロだな。よく頑張った君も。64か、強いな。あ、待った、アクセスインベントリー、ね、あんまりいいもの持ってないな。いや、16本あったからそれで回収したよ、とりあえず。あ、あとは任せた。回収も任せた。いやー、勇ましい顔つきだ。血がえらいことだったねえ。よく生きたよこいつも。いやー、よかった、怖かった、ね、肉ばっかり。お、上半身裸になってるよ。服なくなったんですよ。剥ぎ取られたか。え、なにこれ、堂々がめっちゃぴょんぴょんしてるんだけど。ここ、こっちだけかな。例のバグかな。わかんない、こんな面白いバグ初めて見た。ここここ何もなってない。あ、ぴょんぴょんしてる。してるでしょ。何これ。ね、何これ、これめっちゃぴょんぴょんしてる。めっちゃぴょんぴょんしてるんだよ。ねえ、実はキキ、かわいい名前つけてますね。そっちもテーマされてるの。ヒヒキキ。こいつはえいえい。日本人か外人か、わかんないね、まあ、多分外人っぽいけど、うん、なんでこんなぴょんぴょんしてるの。面白い、ね、かわいい。堂々マイスターとしては反応せずにはいられないよ。こんな特殊な堂々ね。これは欲しい。この家の周りにもね、なんかね、新しい家がね、次々と建っておるようです。賑やかになって嬉しい限り。ちなみにですけれども、あそこに見えるトゲトゲの拠点はね、なんかね、日本人の方のようなんですよね。この間テキストチャットで会話しておりました。うちの族長がね。というわけで、ご視聴ありがとうございました。いやー、うんこトークから始まるね。何これ？こんな視点変更できるの？目回さないから、視聴者さん。すいません。で、うんこトークから始まる、リス族の日常動画いかがでしたでしょうか。だいたいね、このアークしながらね、喋ってるとね、2割ぐらいはもううんこの話になるんじゃないかな。それくらいね、なんかこう、うんこの主張の強いゲームになっております。というわけでご視聴ありがとうございました。よかったらまた見てくださいね。またね、近いうちに続きの方も上げていきたいなと思っておりますので。ではでは、失礼いたします。